新鮮なサンマを全国へ届ける生サンマ U パックが3年ぶりに復活しました。その第1便が今日、気仙沼市から発送されました。生サンマ U パックは2011年に始まり、毎年全国各地に旬の味を届けてきましたが、おととし去年とサンマが不漁で取り扱いできなかったため、3年ぶりの発送です。今年の水揚げもこの時期としては3年前の10分の1以下という低い水準ですが、昨日の水揚げは45トンとまとまった量だったため、今日の発送開始となりました。生サンマ U パックは昨日までに854個の申し込みがあり、第1便には536個が積み込まれました。なんとか気仙沼のサンマをですね、全国に届けることができまして、本当に今嬉しく思っております。生サンマ U パックは来月12日までの期間中、7000個の発送を目指しています。